浜松市の遠州浜海岸で不審物が見つかりました。警察が周辺を規制し、特定作業を進めています。不審物が見つかったのは浜松市西区坪井町の遠州浜です。午前9時ごろ、大きな丸いものが砂浜に打ち上げられていると、近所に住む女性から警察に通報がありました。 女性の夫が2、3日ほど前に散歩をしていて不審物があることに気づいたということです警察によりますと不審物は直径1.5メートルほどの球体で全体的に錆びていることから鉄製とみられていますまた一部に何かを引っ掛けるような突起部分があるということです現在交通への影響はありませんが警察は安全の確保のため人が立ち入らないよう 発見現場を中心に半径2 0 0ルを規制し自衛隊や海上保安部に調査を依頼するなどして不審物の特定を急いでいます。